皆さん、こんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では、慶応義塾大学環境情報学部の2018年の問題、英語の問題から、大問1の語法三択問題について説明していきます。まず、31番なんですが、動詞になっていて、オスのネズミ、マウスが、何々するというふうな、まあ、述語動詞の問題になっていて、序列というものを、まあ、何々すると。彼らの中のというのですが、まあ、ネズミというものは、社会的な動物であり、オスのネズミというものは、攻撃的な行動というものを示すことによって、序列というものを何々するということなので、まあ、社会的な動物でかつ攻撃的な態度を見せることによって序列を何々するということなので、攻撃的な態度によって序列を何かするというとなると、序列を作り上げるといった、作り上げるとか序列が出来上がるといったニュアンスなので、それを踏まえると31番は2、確立するが正当だとなりますと。そして同じ段落の32番いきます。32番は前置詞なんですが、まあ文章を見ると、チューブテスト。要するに、まあネズミのまあ行動のテストがあって、まあ、ネズミがまあ序列を、ネズミの間でまあ序列を作り上げるテストがあって、そのテストのあって、そのテストという、そのチューブテストというテストがあって、そのチューブテストというものが、まあ、あらすじを作り上げると。どんなあらすじかというと、ネズミにとって、まあ、他人に譲る余地というものを、まあ、作らせない。ということなんですけど、ここ、まあ、これ、まあ、間に、まあ、前置詞、場所を表す前置詞が、まあ、ないので、この、ネズミにとってないないの中ではあるんですけど、不定詞句以降は、まあ、チューブ、管の中で、お互いを譲り合う、という、まあ、不定詞句に対して、まあ、ネズミにとって余地はない、どこで、っていうところになってくると、まあ、ここは関係代名詞が入って、そのシナリオで、まあ、in which が入って、ここに、シナリオっていうのが、まあ、入り込んでいくことがわかるので、まあ、32番は、まあ、前置詞たす関係代名詞の1番が正当であると言えるでしょうと。でもって、段落を、第3段落に飛んで、33番いきたいと思います。33番は副詞の問題であって、何に対する副詞かというと、この、比較級を伴った、形容詞を修飾する副詞であって、彼ら。まあ、勝者というものは、まあ、敗者よりも強いくはなかったと。ただ、より、恒常的に、攻撃的、積極的であったのだ。ということなんですが、まあ、要するに勝者、まあ、ネズミの実験において、まあ、勝ち負けが、まあ、テストの実験の中で生じていって、で勝った方というものは、まあ、負けた方より、まあ、個体値的、いわゆる生物学的に強いわけではなくて、まあ、より積極的であった
と、説明していきたいので、このより積極で、より根強く積極的であったという文章を、否定せず肯定、強調していく、肯定していく、ニュアンスなので、まず、否定の後に、こう強調、否定の後に、後の文章を強調していくので、まず、2番は不適切で、1番と3番なんですが、さらに一層というのはちょっと前に否定の文章が入ってある中で、ちょっとこれも不適切なので、33番は1、ただ単にというのが正当であると言えます。第4段落に飛んで34番に行きます。34番というのは、動詞なんですが、ここに、関係代名詞があって、ざっと説があって、光遺伝学というものがあって、脳を刺激する手法、光遺伝学という、脳を刺激する手法があって、その光遺伝学の説明に対するものなんですが、光遺伝学というものは、神経の活動を、タンパク質と光とともに何々するということなんですが、脳を刺激して何か行動を、動かしていく、発生する、神経の活動を、動かしていくということを考えると、34番は2、引き起こすが正当であると言えるでしょう。そして同じ段落の35番いきます。35番は、文終職の副詞なので、前の文章と後の文章をちょっと読んでいくとすると、この文章を見ていくと、文終職副詞があって、負け組のネズミ、マウスというものは、負け組のネズミが、素晴らしいくらいに勝ち組のマウスを跳ねのけ始めて、すべての実験、戦いに勝つようになっていったと。で、何に対してかというと、で、何を行ったかというと、左遺伝学、光遺伝学において、脳のニューロンの集団というものを、負け組、劣勢のマウスの脳にある、ある DMPXC という、分野、脳の部分を刺激することに刺激して、実験を行ったら勝つようになった。要するに、劣勢のマウスの脳を刺激したら、劣勢のマウスが、前まで、負けていた相手に勝つようになっていったということなので、実験の結果が現れたということを証明していきたいのを考えると、まず1番は不適切で、2番と3番に分かれるんですけど、2番は、前に予測とか仮説を立てていないので、それを踏まえると2番よりも3番即座にの方が35番では適切だと言えるでしょうと。第5段落に飛んで36番いきたいと思います。36番は、文終職の副詞なんですが、これ、前の文章と後の文章をちょっと読まなきゃいけないと思わせて、実はここ「As say at seven」っていうこの文章があるので、あと、前の文章で、たくさんの、さらなる研究に対するたくさんの過程、たくさんの、深い、コース、深い版含んでいる知見というものが存在すると。潜在的な、可能性のようなものが存在すると。というものがあって、で、ここの「アッセガンド」ってあって、たくさんのものが存在するという後に、
セコンドっていうのがあるので、ここではまあ初めのとか最初のというのが入るだろうというのを考えると、36番は2、第1、2が正当であると言えるでしょうと。でもって同じ段落の37番いきたいと思います。37番はまあ形容詞であって、まあここに詞液のメイクがあって、そのことは、シャイな人間、まあ人間を、超人ハルクへと、変えぐさせる何々だ。たった一つの光子の放出と。脳のインプラントからと。要するに、まあネズミでまあ引き起こさせた、まあ脳の一部分に、まあ光だったり刺激を与えること、タンパク質などの光刺激を与えることに、を与えることを、まあ同じ人間にやることによって、まあ超人に進化することは何かということなんです。この、このザットっていうのが何を指すかというと、この前の文章であって、ネズミマウスの脳というものは人間の脳とはいくらか似ているけれども、に我々の人間の脳というのはより複雑であると。で、脳が複雑であるということが、まあ、シャイな人間、内気な人間というものを超人ハルクへと、まあ、たった一つの光の放出、要するに光電学の知見によって変えていくことが何々。要するに、もうより複雑だから不可能であると推測できるので、不可能である、難しいという、まあ、ニュアンスだろうというのを考えると、まずまあ1番保証されているというのは不適切で、で2番と3番どちらが、適切でないかということなんですが、まあ、複雑ではあるけど、最後の方の段落でも、まあ、将来、ここにまあ書いてある通り、将来、まあ、人間が、まあ、こういう光のものによってやって、光のまあ実験を、光を与えられることによって、まあ社会的な不安に打ち勝つことができて、かつ、まあ、超人軍隊を作り得ることだってあり得ると。要するに、ここでまあ、不可能ではない、まあ、将来、まあ人間に、まあ、先ほど提示された、まあ、マウスの光電学の実験が、まあ、適用されうるというふうな可能性が書いてあるので、それを踏まえると、まあ、2番は不可能ではないので、不可能とは言えないので、まあ、可能性が提示されている以上、不可能とは言えないので、2番も不適ということで、37番は3、ありそうもないというのが正当であると言えるでしょうと。第6段落に飛んで38番いきたいと思います。38番は、まあ、名詞があって、とある、まあ、名詞が、まあ、さらなる勝利を導く。聞くと。見通しの変化によってと。これが何に対する、で、何に対するものかというと、まあ、in which。まあ、ウィナーエフェクト、まあ、勝つ効果というものがあって、まあ、これによるとということなので、で、まあ、何について言及したかというか、まあ、第6段の最初の方で、まあ、より面白いと言えるのは、言えるであろうことは、いかにして、研究者というものが、負け組のマウス、まあ、劣勢のマウスを勝ち組、優勢へと、まあ、永久的に変えうることができると、発見したかということである。
6回以上ものチューブテスト、6回以上もチューブテストにおいて、まあ、脳を刺激することによってと、よってだけで変えうることができたと。で、それに対して、まあ、中国の浙江大学の、まあ、神経学者が、我々は観察を行っていったと。すべてのマイマウスが、まあ、元通りに戻るわけではない、元通りには戻らなかったと。で、まあ、いくつかのマウスは元通りに戻ったけれども、まあ、いくつかのマウスは新しく支配的な地位へと立っていったと。まあ、新しい地位に、まあ、いくつかのマウスが立っていったことを勝ち組効果、勝者の効果ということになっているので、まあ、要するに一回勝つと、まあ、さらに勝っていく、勝っていって、まあ、支配的な地位を獲得するんだろうというのを推測できるとすると、38番は1、勝利が妥当だと言えるでしょうと。第7段落に飛んで、39番いきたいと思います。39番は、まあ、形容詞の問題で、脳の何々な構造ということなんですが、まあ、文章全体を見ると、ネズミが、脳の刺激によって、かつ、たびに何々は少し変わっていく、脳の構造は少し変わっていくっていうんですか、まあ、この中で脳の構造というのに脳の構造というものにつながる、文脈的につながるのは3番、基本的なだけなので、39番は3、基本的なが正当であると言えますと。で、最後に40番いきたいと思います。40番は、まあ、動詞、受け身の受動態の動詞であって、ネズミというものは根本的に、何々されてきたと。より、支配ゲームにおいてより形容劇、攻撃的なようになっていったって書いてあるんですが、まあ、この文章、時間が経つにつれて、ネズミというものがより、まあ、支配ゲームにおいて攻撃的に何々になっていったっていうのの、まあ、前の文章には、まあ、ネズミが脳の刺激によって勝つことによって、脳の基本的な構造というものが少しずつ変わっていったということでなるので、まあ、ここでもより攻撃的、積極的に変わっていったというふうなニュアンスになるだろうというのを推測してみると、40番は1、配線し直された、組み直されたというのは正当であると言えるでしょう。ということで、以上をもちまして、大問一の誤報三択問題について解説を終わらせていただきます。皆さん、どうもありがとうございました。